レンズ豆のアミノ酸、スコアレンズ豆は、豆科ヒラ豆属の一年草、及びその種子。和名は、ヒラ豆。光学用途で使われる、レンズの語源は、このレンズ豆であり、当初作成された凸レンズが、レンズ豆の形状に似ていたことからこの名前がついた。高さは40センチメートルほどで、小さな糖果の中に種子が2個できる。種子は丸くて扁平な形であり、直径は4から9ミリメートルと幅がある。西アジア原産で小麦や大麦、エンドウ、ソラ豆、ヒヨコ豆などと同時に栽培化されたと考えられる。レンズ豆は人類が利用してきた豆の中で最古の部類に属する。肥沃な三日月地帯で栽培が始まり、ヒヨコ豆やソラ豆と並んで重要な食物となった。旧約聖書創世記にも登場し、エサウは狩猟に失敗して飢えていた際に、弟ヤコブにレンズ豆の煮物を食べさせてもらう代償に、その長子権を譲ったとされる。また、エジプトの紀元前2000年期の墳墓に収められたレンズ豆が発掘されている。古代ローマでは、ソラ豆が好んで食べられ、レンズ豆は避けられた。ただし、人類最古の料理書とも言われる。アピシウスにはレンズ豆のメニューも掲載されている。レンズ豆が避けられる傾向は中世ヨーロッパにおいても続いた。現在ではカレーやスープ、煮込み料理などインド料理やイタリア料理、フランス料理で使用される食材の一つになっている。ありがとうございます。